おはようございます。本日は4月5日になっております。時間は朝6時ですね。1月の20日から105円の動きが始まって、現在111円に迫る勢いで5円ほどの上昇を見てきたドル円なんですけども、ここに来てですね、横ばいに入ったと思います。ここからはおそらく上昇に行くような気もしてくるんですけども、全体的に見るとね、もしかしたら一旦調整波を形作るのかもしれません。今日はその辺を冒頭にお話して、もうちょっと上昇へ追っかけていこうと思います。では画面を切り替えます。はい、いかがでしょうか。これがですね、ウィークリーになってますね。ウィークリーといえば、どういうことになるかというと、ここですね、こういうふうな形で線を引いて一旦下の方に入ったんですけどもね、結局はここを起点として、上昇トレンドを書いたわけになるんですね。でスタートをですね、どこに引くかすごく難しいところなんですけども、ここから上昇して失礼しました、押し目を作ってですね、こちら第3波、そしてもう1回降りて、こう引いていくとちょっと連想できるものがあるんですね。それはエリオット波動なんですよ。真ん中が一番長くなってますよね。でこれがエリオット波動だとすると、調整波がもう少しで入ってくると。そして上昇トレンドですから、もう一発ね、こちらの方に向かうんではないかなというふうなのが全体像です。もちろんね、これね、上昇トレンドそろそろ終わりなんじゃないかなって感じてますんで、例えばこの辺に強烈なゾーンありますよね。でもしかしたらここかもしれません。ちょっとね、要警戒なんですよ。もうちょっと上昇に上っていくか、それともね、下降に転じるか。これはね、小さい時間軸で見るとまだ上昇が続くと思えるんで、その辺も合わせて今日はお話していきます。ではデイリーの方ですね。デイリーの方を見てみると、ここから始まったものがですね、調整しながら大きく伸びて、でここでしたよね。ここを突き破った後、今ちょっと横ばいに入っているところだというふうにお話して終わっておりました。4時間軸を見てみると、あれ、これなんか間違えてたかな。ちょっと失礼します。これデイリーですよね。デイリーと4時間結構似てますね。今見間違えちゃった。4時間とデイリー同じのを下ろしてきたと思いましたね。確かに違いますね、これね。こう上昇して押し目を作って、現在横ばい、ちょっとね、右肩下がりっぽい横ばいですね。まあでも横ばいですよ。これ1時間見るとよくわかるんですけどね、横ばいになってるのが、横ばいはこういうふうな形でできてるかなと思いますね。ですんでブレイクするとすれば、110円の830とかね、あの辺じゃないですかね。慎重に行くなら110円の905を上回ったらバイでブレイクするというふうに考えて、あとはセルの方はまだセルには向かわないと思うんですけどね、ここがポイントじゃないですかね。この辺りを割ったら、ちょっと待ってください、110円の330ですかね。これを下回ったらセルの方に行けばいいんですけども、ちょっとセルは考えにくいですね。だから倍の方ですね、やっぱりね。もう一息倍の方を狙っていくための待ちになると思います。ということでね、今日もちょっと横ばいなんで、ブレイク待ちってことになりますけども、上の方じゃないですか、倍の方じゃないですかね。一応110円の905まで待ちましょうか。ということで以上はそんな感じになります。でもね、もうちょっとしたら下降トレンドが、調整波が始まると思いますよ。それはね、週足を見ていただければ、なんとなくエリオット波動が形作られているのが伺えるんじゃないかなと思います。本日は以上です。いってらっしゃい。